エリクマヌエル・ラメラは、アルゼンチン・ブエノス・アイレス出身のサッカー選手。セビージャ FC 所属。アルゼンチン代表。ポジションは、ミッドフィルダー、ホワード。12歳だった2004年には、スペインの FC ・バルセロナが獲得に乗り出したが、CA ・リーベル・プレートが両親を解き伏せ引き止めた、経緯がある。2009年6月、CA ・ティグレ戦でデビューを果たした。 2010年12月4日、CA コロン戦で初ゴールを記録した。2010から11シーズンにリーベルプレートがクラブ史上初となる二部降格となったこともあり、2011年8月6日にエースローマ遺跡金1200万ユーロ5年契約で遺跡することが発表された。負傷のためデビューが遅れたが、10月23日の US チュッタディッパレルモ戦で、 初先発初出場を果たすと、前半7分にこの試合唯一の得点となる、セリエ A 初ゴールを挙げた。2012から13シーズンの第32節トリの FC 戦で決勝ゴールを決め、その節のベストイレブンに選出された。2013年8月28日、ローマはラメラのトッテナムホットスパー FC 遺跡を発表。 移籍金は3000万ユーロに加え成績に応じたボーナス500万ユーロ、背番号11番をレアルマドリードへ移籍したガレスベールから受け継いだ。加入1年目の2013から14シーズンは怪我に苦しんだものの、翌2014から15シーズンからは徐々に本領を発揮。UEFA ヨーロッパリーググループリーグ第3節、アステラストリポリス FC 戦では、 見事なラボーナでゴールを決めた。プレミアリーグ第17節のバーンリー FC 戦では、ペナルティエリア右手前から、カットインして巧みなミドルシュートを決め、チームを勝利に導いた。2016から17シーズンは開幕のエバートン戦でゴールを決めたが、10月に負傷で、欠場すると、そのままシーズンを終えることとなった。怪我により1年以上離脱していたが、 2017年11月28日のレスターシティ戦で途中交代による出場で復帰、ケインのゴールをアシストした。最終節のレスターシティ戦では先発出場から2ゴールを決め、チームのリーグ3位、チャンピオンズリーグストレートインに貢献した。2018から19シーズンの UEFA、チャンピオンズリーググループステージの FC、バルセロナ戦でダメラが、 チャンピオンズリーグの大会通算の8000点目となるゴールを決めたとデータサイトのオプタが主張したが UEFA はアトレティコマドリードのアントワーヌ・グリーズマンのゴールを8000点目に認定した2019から20シーズンリーグ第2節マンチェスターシティ戦で1ゴール1アシストの活躍を見せ前期王者のホームでシュート30本を浴びた劣勢の試合を引き分けに持ち込んだ 10月にハムストリングの負傷で離脱したが、12月の20節のリジシティ戦で復帰を果たし、以後は主に中盤の交代出場要員としてプレーした。主力選手の負傷離脱者が続出したチーム事情もあり、リーグ戦でのプレー時間は2015から16、シーズン以来の先分調を記録した。2020から21シーズン、リーグ第4節マンチェスターユナイテッド戦にて、 味方 CK の場面でアントニー・マルシャルに肘を当て報復としてラメラの顔を叩いた同選手を一発退場に追い込んだリーグ第28節ノースロンドンダービーでは19分に負傷したソン・フンミンとの交代で出場し33分に見事な左足のラボーナで先制点を挙げたが76分にイエローカード2枚目でローマ時代以来の退場処分を受けチームも 逆転負けを喫した。2021年6月、前述したアーセナル戦でのラボーナが、プレミアリーグ年間最優秀ゴールに選ばれた。かねてから、放出候補として、名前が挙がっていたが、この夏の移籍市場にて、ブライアンヒルとのトレードにより、セビージャ FC に移籍することが決定した。ベール売却による大型補強、マグニフィセントセブンの一人として加入してから8年が、たち。 最後に残ったのがラメラであった。チームでも最古さんの一人として、また投手を全面に押し出した姿勢や左足変調のプレースタイル、そして時折見せるスーパープレイなど、稼働率は低いながらも記録より記憶に残る選手としてサポーターから愛された。2021年7月26日、ブライアンヒルとのトレードにより、セビージャ FC への移籍が発表された。 2011年5月25日のパラグアイとの親善試合でアルゼンチン代表デビューを果たした。2011FIFAU-20 ワールドカップでは背番号10番をつけて出場。グループリーグのメキシコ戦で決勝点を挙げると決勝トーナメント1回戦のエジプト戦では2本の PK を決め、アルゼンチンのベスト8進出に貢献した。 2014年9月3日のドイツとの親善試合で、アンヘルディマリアのクロスを、ボレーシュートで決め代表初得点を挙げた。コパアメリカ2015に臨む代表メンバーに、選出された。ありがとうございます。